はい、ひるびる放送局、今日のアウトプット。今日もマコ姉と一緒にダイエットの勉強をしていきましょう。このポッドキャストでは、日本ダイエット健康協会の公認インストラクターを目指しているマコ姉が、普段勉強しているテキストをもとに資料を作って、その内容を皆さんにシェアしていくという内容になっています。まあ、早速やっていくんですけど、今日は、第4章、体脂肪の基礎知識で問題14ということをやっていきます。で、このテキストはですね、各章ごとにいくつか問題に分かれてて、で、その問題ごとに皆さんに問題を出しながらその解決をしていくというものになっています。今日は14問目。さあ、早速、今日はどんなだったかな？今日の問題は、筋肉を成長させるために、タンパク質はいくら多く摂取しても問題ない、丸かバツか。さあ皆さんどうでした？そう、丸だと思った人、バツだと思った人、さあどうかな？まあそんなわけで早速やっていきます。今日の大テーマは、三大栄養素の過剰摂取と体脂肪ということで勉強していきます。その前にね、二つ確認したいことがあります。まあ忘れている方もいらっしゃるかもしれませんからね。一つ目は、脂肪とは、じゃない、肥満とは、体脂肪が過剰に蓄積された状態のことを言います。まあ、全身にお肉がついちゃってぷくぷくしてる状態ですね。まあね、全身に脂肪がない人はまずいません。はい。で、まあ、脂肪って、からね、脂肪細胞に蓄えられていくんですけども、まあね、体中脂肪細胞だらけなので、まあ、どっかしらにみんな脂肪はあるっていう状態です。まあ、それがね、過剰すぎる状態が肥満っていうことになってます。で、もう一つ確認しておきたいことはこちら。先ほどの大テーマに出てきた三大栄養素とは、三大栄養素はですね、タンパク質、糖質、脂質のことです。まあ、これもね、まあ、今更っていうところなんですが、忘れた方は、ああ、そんなのあったなって覚えてていただければ大丈夫です。まあ、三大栄養素ってことだからね、人間の体にはとっても重要なものの、重要な三つなんですが、まあ、それ以外にもたくさんあります。それ以外のことをちょっとお話ししていきますね。実はですね、三大栄養素の他に、ビタミンとかミネラル等があるんですが、これらはですね、過剰に摂取しても脂肪として蓄えられることないんです。そう、ビタミン、ミネラルは太りません。はい。でですね。まあ、糖質や脂質、要するに甘いもんとか、油もね、は肥満につながるっていう、取りすぎるとやっぱ太るよっていうのは皆さん知ってます。うん。もう、世界の常識みたいなもんですよね。ですが、じゃあ、タンパク質はどうかっていうと、そう。タンパク質はですね、そう。やっぱ取りすぎると内臓に大きな負担をかけるし、アレルギーを引き起こすこともあるんです。そして、タンパク質もやはり取りすぎれば体脂肪として蓄積されていきます。はい。だから、まあ、過剰摂取が決していいとは言えないんですね。そう。ってことで、今日の問題の答えは過剰摂取は×ダメですよ。いくら食べてもいいってことはないよっていうことで、バスなんですが、じゃあ、タンパク質をどれ、1日どれくらい上限として取ったらいい、取ってもいいのかっていうことをお知らせします。タンパク質の上限は、だいたい体重1キロにあたり1グラム。私がね、今日現在102キロだったので、私の場合は、まあ、上限として102グラムまで食べていいよってことですね。102グラムのタンパク質って何をどれくらい食べればいいんだろう。そう。でも私は今日タンパク質 102g 以上食べてる気がするな。そう。まあ、これが1日の上限なんですね。そう。皆さん、もう一回確認します。今日の問題は、筋肉を成長させるために、タンパク質はいくら多く摂取しても問題ない丸かバツか。これは先ほど言った通りに、タンパク質の過剰摂取はダメなんですよ。そう。内臓に大きな負担をかけるし、アレルギーを引き起こすこともあります。はい。当然、タンパク質も取りすぎれば脂肪になってしまいます。はい。そう。まあ、なりづらいっていうだけなんですね。うん。そう。では、今日の問題、今日の、テキストはここまでなんですが、明日のテキストはこちら。
分解された体脂肪は使わなければ元の部位に戻る。丸かバツか。分解されたってことは、まあ、一回溜まってた体脂肪を、まあ、ちょっとね、エネルギーが必要だってことで、エネルギーにするために分解したんでしょうね。の分解した体脂肪のエネルギー源を結局使わなかったから、まあ、使わなかったものをどうしようっていうことが丸か、それがまた元に戻るかどうかってことですね。それが丸かバツか。さあ、どうでしょうかね。まあ皆さんも考えてみてください。そんなわけで今日は、ここまでになりますが、なんと使用時間6分以内。そう。まあね、ちょっとね、今日はなんかね、私の中でも乗り切れてなくて、実は10回ぐらいやり直したの。やり直したんだけど、なんかね、ちょっと乗れてないですね。ごめんなさい。でも、重要なところは、タンパク質の過剰摂取はダメですよということです。はい。そこだけはしっかり押さえておいてください。タンパク質も取りすぎれば取ります。はい。三大要素、どれもね、体脂肪率になってしまいますから。はい。取りすぎれば、全部皮下脂肪じゃない。全部ね、全部、中性脂肪になってきますので、取りすぎには注意ですよ。ただし、ビタミン、ミネラルは、脂肪になりません。そんなわけで、明日も、もちろん、12時から配信したいと思いますので、楽しみに待っててください。まこねでした。また明日。バイバイ。